皆さん、お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。信長の野望波動公式生放送2、3回見ました。はい、ということでですね、かいつまんで今回の発表ですね、どんな発表がありましたでしょうか。私ちょっとやってまいろうと思います。今日もよろしくお願いいたします。ペコリー。ここから真面目にいきますね。はい、シーズンごとのリセットが多すぎます。見直しは検討していますか、いませんか、ということでですね、はい、見直しはしていないというのが回答だと思います。はい、リセットでもね、技能の解放はね、やっぱり私何回も言ってますけど、技能の解放は解放しっぱなしがいいですね。レベル30とかまで上げるのがちょっとだるいんで、まあその解放しておいてもらえればすぐいろんな編成を試すことができるじゃないですか。はい、で戦記族番外向上戦、これがですね、最初のね1ヶ月以内に起きてもですね、おそらくですね、みんな対部隊用のあの編成を一生懸命レベル上げしてやってる途中だと思うんで、この対物のですね編成組めないと、レベル上げできないという状況になると思うんですよ。だってね、普通の部隊対部隊の戦いに秀吉とかもね持ってかないですからね。まあ、あとは技術開発に関しては、僕は毎回その技術開発のそのツリーを変えてくれればいいんですけど、特にないですね。毎回違う方法で上げていこうとは思うんで、ただ同じのが固定でずっとだったら、もうあんまりそのね、毎回リセットする意味ないんじゃないかなと。飽きちゃいますからね。飽きちゃったらダメですよね、ゲームってのはね。飽きられちゃったらやめられちゃいますよっていう話ですね。はい、と思います私は。なんで僕の持論言っちゃった、これアップデート内容とかのこと言うのに持論言っちゃった、すいません。はい、次、アップデート内容紹介いいよ。バンバン。はい、うるせえなと思われてるところだと思いますけど、はい、はい、まず調略ですね。調略とは何ぞやというところですけども、劣勢大名家の役職の当主がですね、この右の絵にあるようにここら辺をいきなり取っちゃうっていうことができるわけですね。こうすることによって、みんなでここに飛ぼうぜっつってね、ここが急戦の土地になってるかどうかわかんないですけど、まあ取ったから急戦になってるんでしょうね。まあ、一気にですね、後ろをついて急に攻城戦かけたりとかいうことができるということなんですね。で、標的大名にしかできないということなんですから、皆さん標的大名の見方知ってます？これ知らない人ね、案外多いんじゃないかと思うんですよ。僕ね、最近知りましたもん。標的大名って確認するにはですね、情勢から自分の大名家開いて左の隅っこの方、標的は何々家って書いてあるんですよ。だから標的大名のね、表示を分かりやすくした方がまずいいと思うんですよね。はい、まあ、そんな感じで調略が、出てくるという感じですね。はい、はい、次、領土線の変更、28日メンテナンス後、もうメンテナンス中の方もいらっしゃるかな。今6月27日撮ってます。はい、録画してます。衰弱状態では制圧できない。このね、衰弱で何回もね、ゾンビのようにパンチパンチするのあれなし。はい、全ての領土について制圧後60分間は破棄不可。大名領とかを自分で取り直してすぐ破棄とか、あれ不可という感じですね。だから自分で持ってるところはすぐ破棄できますよっていう、まあ、領土破棄で遅延していく、ね、破棄作戦をこれは和らげる感じですね。で、事領移転令の使用での里の急戦を解除。このね、急戦のまま前線にいるやつとかね、ということですね。今度初めからやっとけって話なのよ。ちょっと今ね、ちょっと僕も読んでてイラッとした。これ初めからやっときなさいって、これちょっとテストしたらわかるでしょこれね。えサービスだって12月からよ。12月で半年経ってやっとよ。最初からやっとけっつうのこれ。ねえ、まあ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 、
結構ね、でもデスマッチ進行だったんでしょうね、これね。うん、いろいろね、大人の事情があったんでしょう。で、7月中旬以降に変更するのは、城の覇気は24時間、破棄した大名の一門は全然不可。城の破棄から24時間、戦線不可になる。破棄しちゃほぼダメっていう状態になりますね。うん、破棄はほぼできないかな。ですよね、この書き方だとね。破棄から24時間、破棄した大名家の一門。え？破棄した大名家の一門？これちょっとよくわかんないな。書き方がちょっと広いな、解釈が。城の破棄から20、あ、要は同じ大名家では24時間取れませんよっていうことですね。はいはいはい、そういうことか。びっくりした。その破棄した一門が戦線不可になるのかと思ったら違いますね。そこの城に戦線することができないという解釈ですね。はいはいはい、危な。で、物見櫓は、制限時間を設定とか、これも最初からやっとけっつってんの。なんでさ、これ最初、三国志波動最初からあったもん、これなんで なくしてたんだろうね。逆に様子見てたのかな。こんなだって無限に攻められるんだからさ、普通さ、かけるでしょ。はい、次。空白地に里があり、敵から攻撃された場合、待ち伏せ遊撃。これも最初からやっとけっつったよ。これ、やるっつったよね、これもね、ずいぶん前にね。やるっつったから、なかなかやらないで、やっと7月中旬なんだ。なんか技術的ななんかあるのかなと思っちゃうけど。はい、ということでですね、これらが実装されるとですね、だいぶあれかな、いい感じになってくるかなとは思いますけどね。まあこの破棄に関しては、これ破棄してなんか維新あげたりとかなんかね、いろいろあるんでしょうね。まあこれをさせないと、ね、お互い取り合いしたりとかね、それもダメだということですね。これミッションとかもね、破棄すればできること多いですからね。はい、次、交流武将の交流武将が追加されますよ。交流、8年目春、やっと直江と刑事、別にいらねえや。15年目秋から機長といい直虎、これ追加したらずっといるんですよね。シーズン4になったらまたいなくなりましたとかないですよね。なんかありそうでやなんだよな、もうはい、次、ダダン、立花道雪の登場だ。ディリーティティン。これはですね、添付900。ちなみにですね、細かいですけど、読み方、添付です。はい。添付って言いません。うんぷ添付っていう読み方ありますよね。これ、添付とは読まないんですよ、実は。でも、まあ、皆さん、添付って言ってますんで、別にそこはね、私、否定はしませんけど、じゃあ、正しくは添付です。はい、添付900ということですね。はい、細けえな。で、戦法的にはですね、簡単に言うと通常攻撃類化を持っていて、強行4波、これは威力が減るやつね、スリップダメージ毒みたいなもん、こんな感じですね。立花道雪の実装ですというところ。これはメンテ語かな、どうでしょうか。はい、次は、竹へしジョーンだ。ディドゥーディドゥン。もういいか、それ。ジョーンもですね、同じく通常攻撃 2% 類化。こっち 2% か。こっちは 3% だよ。雷神 3%。風神 2%。あ、850なんだ。違うんだ。こっちの方が隠したいですね、ジョーンの方がね。ただ、ジョーン、紅葉持ってます。紅葉 25%。だ、紅葉 25% なんですよね。紅葉クソ高いのね、入れないんですよ、運営さんは。やっぱね、会心攻撃をね、これ恐れてるんですよ。馬長でね、花見ちゃんっていうプレイヤーがね、馬長でね、シンクロ編成っつってね、もう会心でもうすごいダメージ出せるような、みんなができるやつをね、考えたんですけど、あれを恐れてね、
紅葉 25% ですよ。一番あるので 50% とかでしたっけ。そんな感じですよね。しかも紅葉って加算されないんで、紅葉 25%、25%、25% って連鎖しても75にはならないんですよ。25なんですよ。もう一番高いやつしか採用されないんで、今のシステムは。まあでも4回に1回は会心攻撃が出て、通常威力が上がってるんでダメージも高いと、親和性は高いですね。はい。で、武勇 200%、 3部隊攻撃負傷兵を 25% 消滅とか、まあどうでもいいやつがついてますね。はい。まあ上運とこの同説で組むとね、いいんじゃないですかね。一番いいのはそうなんでしょうね。はい。さあ、というところでですね、かいつまんでお届けしてまいりました、このアップデート情報でございます。またですね、動画の方を一生懸命ですね作ってまいろうと思います。それでは皆さん、最後までありがとうございます。グッドボタンと高評価、高評価とチャンネル登録お願いいたします。それじゃ皆さん、またんご、またんご、ま